こ私がすごく怒るシーンがあって、はいはい、まあ、喧嘩というかどっちかって言ったら私の方が多分なんか熱量が高く怒ってしまうシーンがあるんですけど、普段それこそ喧嘩という喧嘩をしないので、そのシーンが怖くてしょうがなかったみたいで、家でちょっとじゃあ一応読み合わせしておこうかっていう風な時間があったんですけど、あまり本気でやらないでほしい、怖くなっちゃうからっていう風に言うぐらいで、本番もすごい怖かったらしくて、はい、ちょっとあの目見れてないですねあ、怒ってるなと思って。違うんですよ、怒ってるお芝居をしてたんですけどそう、そうですね、だからリアルにそこまで芝居、あの芝居の中でやったほど言い争ったことが実はない、うん、ないので、逆にあそこまでなったらそれこそダメかもしれないっていうぐらいな問題かもしれないね、うん、違う、そこまでなったら、うん、怖いね、はい、はい、私が忙しかったらそれこそ、あの天野だったり娘だったりが全部やってくれるし、逆に、天野がしあの仕事でいなかったら私なり娘なりが、なんかそれはもう本当に、あと2人がいなかったら娘が頑張ってやってるし、なんかそれはもう本当に自然となんかあのできる人がやるみたいな、そこはなんかあの決まりというよりも自然とそうなっていったという感じなんですけれども、だからうちとしてはなんか50-50というよりもなんか得意じゃなくていうか嫌じゃないことをお互いがして無理をしないというか、無理をしない、はい、全員が無理をしないでみたいな感じの、はい、時間ではありますね。それが50-50なのか、なんかもう数字として分けれてはいないけれども、うん、全員がそこに何かストレスは感じてないかなというふうには思ってます、はい、理想的な感じですよね、ちょうどいいですね、はい